神社の神様のことを何というかご存知でしょう。神様のこと。神社の神様。はい。わからない。神様のことを祭神と言います。ご祭神。お祭りの神様。言うでしょ。だからどこの神社もですね、皆さん神社に行ってるんじゃなくて、神社の神様に会いに行ってるんでしょ。ああ、でしょ。例えば安産祈願に行くのに、ね、商売繁盛の神様がいるところに行ってみたりとか、これまるでですね、妊娠して子供が生まれそうな時に歯医者に行くのみたいな。ね、これおかしいでしょ。はい。だから必ずですね、神社に行く前に、そこのご祭神が誰なのか、そしてどんな神様なのか、そこをよく知っていくというのが非常に大切ですね。さあ、こちらに祀られている神様、平田と神宮の神様ですね、ご存知ですか。知らない。はい、ではご紹介いたします。カムロギ、カムロギ、天照大御神、そして、雨の御中主、阿蘇十二神の神様になります。先生、カムロギとカムロギって何ですか。はい、良い質問ですね。はい、古事記には出てきませんけれども、祝詞の中にカムロギ、カムロミというのが出てきます。今日はですね、後で春木宮司の方にその点をですね、じっくりお聞きしたいなと思っております。はい、そもそもですね、神社というのはそこの集落が作ったのが神社なんですね。ですから、そこの集落の神様のことを宇治神様と言います。でよくね、宇治神様って誰なのって皆さんご存知ですか。自分の氏神様、知らないですよね。これ分かりやすく言うと、氏神様から生まれた我々は氏子なんですね。ですから最初に初宮参りって言って、子供が生まれたら行きますね。この初宮参りを行ったところ、皆さんご存知ですか。自分が初宮参り、そこが氏神様です。で、あと一宮ってありますね。これ何かというと、皆様が住んでいる町で初詣とか行く大きなね、はい、そこが五条宮。であと数慶神社っていうのが、自分が数慶する、例えば今回であると平立神宮であったりとか、例えば伊勢神宮とか出雲大社とか、まあ、こういったところを数慶神社というふうに言ってるんですね。皆さんはご自身の氏神様がどこの神社の誰なのか知っていますか。それを知りたければ、ご自身が誕生し初宮参りに行った神社を調べましょう。そこがあなたの氏神様です。一宮とは、あなたの住む地域の神社の中で最も社格の高い神社のことです。初詣に出かける場所で、大きなお祭りなど、その地域を代表する神社のことです。そして崇敬神社とは、個人的に特別な神社のことを言います。八百万の神オラクルカード、ついに完成。日本神話古事記に登場する代表的な神様を浮世絵にし、オラクルカードを作りました。私たちに性格があるように、神様には神格というものがあります。私たちに恵みを与えるにぎみ玉、災いをもたらすあらみ玉など、しかし災いの中から新たな命が誕生する魂でもあります。この八百万の神の神格をもとに作られたのが、八百万の神オラクルカード。毎日カードを引き、その日の守護神から大切なお告げを受け取ることができます。お告げをいただきながら、八百万の神を学ぶオラクルカード、さらにインストラクター育成コースも行っております。八百万の神オラクルカード、八百万の神解説本もついて4980円。お求めは匠プロモーションで検索。